おっす。はい、今回はですね、短めに行きたいんですが、テーマは、日本の少林寺拳法の団体演武についてということで、前回の動画でも話しましたけど、まあ僕いろいろ格闘技武術やりましたけど、まあ少林寺拳法が一番がっつりやったんですけれども、まあ少林寺拳法に関してはね、結構、まあ、外からの批判もあるし、まあ残念ながらというか、内側から少林寺拳法を習ってた人からも、役に立たんと思ったっていうような、習ったけど役に立たんと思ったっていう人も結構いたりします。で、まあ俺自身はね、やってよかったし、ちゃんと役に、まあ実際立った経験も結構あるんですけれども、まあそういうね、批判、内側からの批判みたいなもので、昔、まあ、2ちゃんでちょっと見て、まあ、気になったのが団体演武についてで、で、まあ、ね、その2ちゃんの書き込みでは、まあ、その体育館をどうもね、半分ずつ、極真の、ね、極真空手の、人たちの練習と、少林拳法の練習、多分大学の部活とかだと思うんですけど、はい。半々でやってて、隣で極真の連中がミット打ち、ミット打ちしてる横で俺たちは、なんか音楽かけて団体演舞の練習やってたみたいな、もうダンスじゃねえかって、すげえ嫌になって、俺たち何やってんだってすげえ嫌になったみたいな書き込みがまあ昔ありまして、で、ちょっとまあね、団体演舞については思うことがあるんで言っとこうかなと。で、実は僕もまあね、大会試合、少林寺拳法の場合、その演武の試合大会になるんですけど、俺が行ってた動員では、団体演武に参加しなかったんですよね。で、俺の師匠は、俺はすごく尊敬できる人だと思うんだけど、まあ、総動心、日本の少林寺拳法の、創始者の、もう最初期の弟子だった人なんですけど、まあ、その人を、はね、まあ、なんで動員として団体演舞に出ないかっていうのを、やっぱり体格差とかみんなあるから、身長もあるし手足の長さもあるし、まあ、他もあるし、それによってその技っていうのも、全部微妙に一人一人微妙に技が違っていて当然であると。それは当然ね、その時間的な要素、まあ、緩急やスピードにもそれは出るだけで、ベストのね、その技、その人についてベストな技っていうのは別の人にとってね、ベストであるとは限らない、そういう微妙な、ね、時間的にも空間的にも。それを、ぴったり、ね、合わせるっていうこと、他人の、他人と一緒にやって、ぴったり、時間的な要素を合わせてやるっていうのが、どれだけ意味があるのかって言ったら、あまり意味があると思えないから、うちの動員からは出ないっていうようなことをまあおっしゃっていましてね。だから僕は、その虚しさを、団体演舞で虚しさを感じることはなかったんですけれども。まあ、結構ね、団体演舞、俺が見ていた範囲で団体演舞が得意なのは、むしろ自衛隊とかのね、自衛隊の部活とかで、少林寺拳法やってる人たちが、まあ、非常に団体演舞で賞を取ったり、してたなっていうのは覚えてるんですけれども、まあ、はい、そんなわけで別に今回は特に結論があるわけではないですが、僕も、まあ、師匠の言ってることは納得したし、まあ自分は団体演舞、やらなくてよかったな。ただまあそこだけを切り取ってね、まあ少林寺拳法全体、を批判するのもまた違うと思うんで、まあ、少林寺拳法についてはまた、いろいろこの先も言っていこうかなと思います。というわけで今回はこんな感じで。はい。おっす。